よろしくお願いします。ますよろしくお願いいたします。お願いします。大下さ,さん、はい。乾杯様がでにようこそお越しくださいました。はい、ありがとうございます。まずは皆様にご挨拶お願いします。はい、大下弘です。本日はお集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。ます今日はもうホワイトで夏,、はい、夏ですね。ムビームカラーで、ね、はい。 来ましたすごい素敵ですありがとうございますそして今日はこの乾杯サマーガーデンにお越しいただいたんですけども会場の雰囲気ご覧いただいていかがですか、はい、なんか一気にお祭りというかい始まるんだなイベントがっていうもうここに立っただけでちょっとワクワクしてきますねはい。あと今すごい照明が <laughs> バチバチですね <laughs> 明るくて いや夏来たなっていうワクワク感と開放感で、はい、楽しみです,です、ね、井桁さんご自身もきっとこういう、ね、屋外のイベントとかも久しぶりだと思いますね、はいうん、久しぶりですね。で、ね、ね、てかお友達とプライベートの時に、はいはい、こういう屋外の今日みたいな会場でお酒を楽しむようなことってこの数年はなかなかそういう機会がなかったんですけどやっぱこう暑いところで。 冷たいお酒を飲むって最高じゃないですかだからこの夏はそういう経験たくさんできたらいいなって思ってます本当にそうですよね、はい、そして井桁さんは昨年からジムビームの CM タレントとして活躍をされています、はい、で、今ちょうど横にねビジュアルもありますけれどもはい。俳優の角健人さんと一緒に CM の中では青空の下でもうジムビームハイボール美味しそうに飲んでるっていうのが本当に印象的なんですが CM 撮影 いかがでしたか？なんか印象に残っていることありますか？そうですね。本当に天気に恵まれて、あの青空の下であの大声で拡散と一緒に <laughs> あの野球の応援をしたっていうのがすごく。やっぱ楽しくて実際にこう野球をやられてる方。 を目の前にして応援したので本当にもうガチで本当にリアルに応援して、はい、もう全力で楽しんでいろんなこう <laughs> フーとか <laughs> おォーとかそういろんな歓声もこう拡散といろいろこうバリエーションを出しながら楽しかったですねとにかくそうなんですね、はい、もうその時のままの表情が今ここにあるわけですねそうです、ね、もう満面の笑みで、えー、全力で楽しんで撮影させていただきましたいやもう本当に 美味しそうですね井桁さんの思うジムビームハイボールの魅力ってどんなところですか、はい、やっぱりこうジムビームならではのやっぱ香りがやっぱすごく素敵だなと思っていてやっぱそこにこう炭酸が入ることによってこう一気にこう爽快感というかもうふわーってこう鼻からこう抜けるあの開放感がやっぱり魅力だなって思いますね。あとこう何杯飲んでも飽きない ずっと飲んでられるくらい、美味しいところが、やっぱ魅力だなって思います。もう今ね、そのお話を伺っているだけで、はい、もう喉ごくりですよ。<laughs> 本当に。ねえ、はい、美味しいですよね。ねえ。で、この夏に井桁さんがおすすめするジムビールムハイボールを飲むシチュエーション。うん、シチュエーション、おすすめしたいですか。やっぱり夏ですので、この暑い中で。 友達だったりこういろんな家族だったりワイ,ワイこうみんなで飲みたいですね、やっぱあとここ、今日あのご飯もジムビームハイボールに合うご飯がいただけるということでやっぱそういうご飯と一緒においしいご飯とジムビームハイボールっていうその組み合わせでね、いただきたいですね<ー>あとは翠ソーダの,、はい、あのメニューもあるんですよね。 もうありがとうございます。まさにここで飲みたいです。いやもう本当にもうぜひ飲んでください。はい、ここで <laughs>、はい、もう8月27までやってますから、もうぜひここに来てね,いいね楽しんでいただきたいです。はいうん、さあいよいよ明日からこの乾杯サマーガーデンがスタートするんですけれども、はいはい、8月27日までということでね、うん、たくさんの皆さんにお越しいただきたいと思っているので、はい、最後に伊達さんから皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、えー、そうですね暑い日が続きますがここで キンキンに冷えた準備ビームハイボールいただきながら美味しいご飯も一緒にあのお友達だったりご家族だったりなんかたくさんの方と、ね、こう楽しい時間を過ごしていただけたらと思いますし私も,もう今日早速この空気感だったり美味しいご飯いただけたのでこれからも。 しちゃおうかなと思いますので、ぜひ皆さんも楽しい夏にしていただけたらなと思います。そしてそのお供に、ぜひジムビームハイボール、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆたさんのまたのお越しもお待ちしております。はい、もうすぐ期待です。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい、じゃそれでは、ここまで井桁弘恵さんにお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、なんか。 ええと、夏の思い出とかってありますか？はい、印象的な夏の思い出はあのやっぱ福岡の時はテニス部高校時代テニス部だったんですけど、もう、ま、夏真っ黒になりながら練習してたのをあの思い出しますね。先日福岡に帰った時にちょっと母校のテニス部に。 ご挨拶しに行ったんですけど、その時にもうみんな真っ黒になりながら練習してる姿を見て、ああ私もそうだったなと思って思い出しました。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。